後ンは中国の五個十六国時代に存在した国。河北を統一した前進が383年の翡翠の戦いで、東進に大敗した後、前縁の将軍だった母陽水によって建国された。中山に宮古し、河北東部と両政を領有した。後ンの始祖である母陽水は前縁の皇族で、前縁の初代皇帝、母陽の逸尾である。前縁が、 母葉水のおじ母葉表の失勢により乱れて衰退すると、闘神の関音の攻撃を受けて連敗し、一時は皇帝、母葉も、龍浄への関東を検討するまでになるが、母葉水は燕軍を率いて、闘神軍を撃破したので、一躍万円で対等するようになった。ところがこの功績を母葉表が失視して、暴殺を企んだため、全身の府県の下に亡命し、 先週校に封じられ、前員攻撃にも貢献した。383年の翡翠の戦いで、前進軍が大敗すると、母陽水は府県を保護して撤退した。その際、母陽水は府県に河内方面の陳部を提言し、認められて同地に至るが、当時同地を支配していた、府県の所長市府費からは敬遠され、定例の陳定を命じられた。 祖病の廃越を許されず不満を抱いた母用水は、不費の命令に従い定例を従えて三万の兵力を要するようになると、これを背景にして384年1月に炎王を自称し、燕元という独自の年号を立てて独立し、御縁を建国した。ただし、母用水本人は、下北一帯を支配して、勢力を確立するも、形式的にはなおも、全身の配下を称していた。 新からがいくら進言しても皇帝に即位することは拒否しており、これはおいで元皇帝の母様がまだ存命していたことと西燕との関係、また府県に対する恩義から遠慮していたと言われている。その後、母様が384年12月に殺され、385年8月に府県が殺害されると、386年1月に、 なって、母陽水は中山で皇帝を自称した。母陽水は、父費と争いながら、勢力を拡大し、河北一帯を支配した。また、弟の母陽徳やこの母陽林を中枢に起用して、内部を固め、392年6月には適宜を、394年8月には前園の継承権をめぐって構想していた同族の西燕を滅ぼし、さらに、 東進と戦って三島半島を奪回し、西は三世から東は三島、両島に至る広大な勢力圏を築き上げ、かつての前、燕をもしのぐ最大半島を形成した。母洋水は北魏とは最初は友好関係を築いたが、これは郷土の流圏や西燕との戦いで連携するためであった。この両国は頻繁に施設の交換を行ったが、 391年7月に、母用水が北儀に対して、名馬を要求したのを拒絶し、北儀が西燕に接近したことから、両国の国交は断絶し、抗争状態に入った。母用水は、西燕を滅ぼした後の395年5月、皇太子の母陽宝に10万の兵を預けて、北儀を攻撃させた。大軍の侵攻に北儀はオルドスまで撤退して退治。 したが、気候条件の悪化のため後援軍は3号を包みに、交代、そして11月に天候の急変もあり、北義軍の奇襲を受けた後援軍は3号を包みの戦いで大敗し、逃げ延びたのは交代死を、はじめに割ほどの将兵と言われるほどの壊滅的大敗を起死した。この大敗で、それまで優勢だった後援と北義の力関係は完全に逆転した。は、 大政挽回のため、396年3月に、申請して、北義軍を平城に破り、同地を平定した。しかし4月、北において、母用水は急病により沈没した。母用水の死後、後位は、皇太子の母用宝が継いだ。3号、包みの戦いでの大敗からもわかるように、母用宝は父御門に比較すると明らかに、力不足であった。逆に北義は、 強敵が死んだのを後期とばかり、9月には現在の山西省全土を制圧し、さらに後園の首都中山に迫る勢いを見せた。しかも397年2月には後園内部で内紛が発生、母葉省や母葉宝の弟の母葉林が相次いで反乱を起こし、さらに母葉宝の暗殺計画も発生するなどした。母葉省は9月に母葉林に滅ぼされたが、 この内紛を、さらなる後期と見た北儀は、10月に、母葉林を破って、中山を、平定、また12月には、母葉だからも流城に戦として、北儀の栄法を避けた。これにより、ゴーツバメは、中原の領土を完全に喪失した。この混乱により、398年1月には母葉を、宝から後縁南部の支配権を任されていた、借機大将軍で、 叔父の母陽徳が、滑つで縁王を称して自立、南縁を建てたため、五縁は分裂した。二月、母養宝は、無謀な中山奪還を観光して、北義軍に大敗し、五月に、龍城において、乱汗に殺害された。乱汗は、正さはじ王を,を自称しており、母陽氏の皇族でもないため、五縁は一旦滅亡したことになるが、七月に母陽宝の所長氏の母陽生が、 乱汗を殺害し、長楽王として即位して後、燕を再興した。母妖精は10月に皇帝に即位したが、この頃になると内紛と北儀の圧力により、五縁は両党と両政を支配するだけの小国に没落しており、母妖精は国力増強を目指すも実現せず、400年1月には、自ら庶民天皇に位を変更するほどだった。401年7月、 母王姓が金軍の反乱により殺害されたため、新天皇には、叔父の母王博士が皇太后の帝子により迎えられた。後縁は、北儀の外圧を受け続け、高栗、喫丹遠征を繰り返して、国力を消耗した。407年7月、母王博士は、漢人の中英将軍である、氷伐に殺害された。これにより、後縁は、完全に滅亡した。 ただし、氷罰は、次の皇帝に母陽を宝の養子の母陽雲を、擁立しており、また国号も、縁としたことから、五縁の滅亡、北縁の建国が、氷罰自身の即位した四百九年とされることもある。清祖姓、武帝、母陽の逸を、列相警備員帝、母様水の四男、正はじむ王、母陽だからを殺して即位、中宗明武帝、母陽を宝の長男、 乱汗を殺して即位。明文帝、母用水の抜死。つばめ元とて、共栄高生流立て大社長略公はじめ立てはじめ。ありがとうございます。